楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日は久しぶりにですね、ドラマに学ぶシリーズ、なんですけれども、聞かざる声には理由があってっていうドラマがありまして、そこからですね、部下への一言に注意っていうことでお話をさせていただきたいと思います。聞かざる声には理由があってっていうのはどんなドラマかと言いますと、社長に憧れて、社長のためになりたいというふうに、まあ、SNS、インスタグラムですかね、を頑張って、更新している、広報担当の女性社員、の、真柴くるみさんが主人公のドラマです。で、まあ、こちらの女性はですね、朝昼晩と、更新していて、こまめにいろんなことをチェックして、まあ、一生懸命上げてるんですね。で、なので気を抜けないような毎日、で、広報担当なので、会社としてもそういう SNS を更新するとか情報発信をするっていうこともしてるんでしょうけれども、本人が個人のアカウントを持っていて、そこで、まあ、仕事としていろんなことをアップしていく、で、まあ、情報を発信していくっていうことで、だん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 ファンが増えていって、10万フォロワーだったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、かなり、5年やってるみたいなんですけど、今ではかなりの人気者、になっていると。なので、まあ、社長のためにっていうのもあるし、自分で一生懸命やってるというような方、女性なんですね、が主人公のドラマです。で、ところがですね、ある日突然社長が退任しなければいけないということになったんですね。で、社長の退任を正式発表するまでは SNS の更新はストップですっていうことになりました。突然社長が退任というのは退任させられるみたいなことみたいなんですけども、退任することになって、もともとこれは社長の考えもあって、この真柴さんは、SNS でいろいろ情報を発信してたんですけれども、まあ、社長の退任ということになって、正式に発表するまでは、まあ、オフレコなわけですね、オープンにしない。なので SNS の更新はストップしましょうっていうことになってしまいました。毎日それまでは、朝昼晩じゃないんですけど更新してたのに、まあ、この時間に更新するとみんなが見てもらえるとかっていうことも考えながらやってたのに、一旦更新はストップしました。で、その時に、上司からいろいろ言われるんですね。まず直属の上司から、まあ、社長も変わるし方針も変わるかもしれないから更新やめとこうかというふうに言われます。まあ、これは、まあ、ある意味当たり前というかですね、社長のが新たな社長になって正式に発表するまではちょっとやめとこうかみたいな話ですね。ただ、もう一つニュアンスっていうか、意味があって、まあ、大変だから、まあ、やんなくてもいいよみたいな感じもあるんです。で、もう一人、新しい社長ですね。この新しい社長がなんかいろいろ企んで前の社長が退任せざるを得ないような状況を作ったみたいなんですけれども、まあ、この社長は、まあ、無理する必要ないよ、君個人のアカウントはもう負担ならやめていいから、いつでもやめていいよ、君個人のアカウントっていうのは、まあ、前の社長の方針でいろいろやってたんだろ、だからもう負担ならやめていいよ、いつでもやめていいよっていうふうにまあ言います。で、この社長の、秘書の女性なんかもなんか負担みたいだったしねみたいな感じで、負担だったらやめていいよっていうようなこと言うんですね。で、この言葉っていうのは上司からこう部下へのこの言葉、大変なら無理しなくていいよ、負担が大きいならやめてもいいよっていうのは、まあ、これだけ見ると、上司は部下を気遣ってるんですよね。部下が大変だったらそんなに無理しなくたっていいよ、負担が大きいならやんなくたっていいよ、部下が大変だろうと思って言ってるっていう感じにも見えるわけです。じゃあそれを聞いた部下の方はどう思うかっていうことなんですよね。いや、よかった、あ、もう大変だったけどやらなくてよかったんだって思う場合もあるでしょうけど、そうじゃないことも結構あるんだっていうことなんですよね。で、今回の場合も実はそうじゃなかったわけです。まあ、ドラマを見てればその時のその言われた時のその、真柴さん、の、表情とかですね、そのこういろんなのを見てなんか複雑な思いなんだなっていうのがまあ分かると思うんですけども、実際複雑だったわけですね。で、真柴くるみさんが、後半で、独白する場面があるんですけど、やめてもいいんだって、この5年フォロワーゼロから始めて毎日コツ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 、要するに、まあ、コツ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 、更新していって、だん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 ファンを広げていって、最初はフォロワーゼロだったのが、1万になり2万になり5万になり、ようやく10万を超えましたみたいななったわけですね。そうやって毎日コツコツ5年間やってきたのに、やめてもいいんだってっていうことなんですよね。で、でももう社長はいないからやめてもいいよって、
あっさり言われて、あれって、じゃあなんで無理してやってたのかなって思ったんだと。この、まあ、やめてもいいよってって言って点点点っていうのは、まあ、全部が言葉になってないんですけど、まあ、そこから、まあ、行間を読むんじゃないですけどね、分かってくるというか感じるところがあるわけですよね。でももう社長はいないから辞めてもいいよってあっさり言われて、このあっさりっていうのにも、まあ、気持ちが入ってますよね。これまでコツ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 頑張ってこうやって築き上げてきたのにあっさり辞めてもいいよって言われちゃった。え？私のやってたことには価値がなかったの？っていうことですよね。あれって。じゃあなんで私は無理してやってたのかな。まあここまではきっと無理してやってたみたいなことは内心いろいろ大変だとは思いつつも、無理してやってるみたいなことは、自分の心の中でも表現しないし、表だっても表現しなかったと思うんですけど、まあここに来てじゃあなんで無理してやってたのかなっていうことをまあ言うわけです。でここでのポイントっていうのは、上司は無理しなくていいよ、部下を気遣ってるんです。それやるの大変だろ、やんなくていいよ、無理しなくていいよ、気遣ってる。でもこれって裏を返すと、部下からは頑張ってた、自分が頑張ってやってた、これって意味なかったのかなっていうことになっちゃうんですよね。でがっかりするんです。もちろんさっき言ったように、そんな大変だったらやんなくていいよって言われて、あーよかった、もう本当大変だったらやりたくなかったんだよなっていうような場合もあるかもしれないので、その場合はあーよかったってなるんですけど、でも一生懸命やってて、そこに、まあ自分なりのやりがいとかそういうのも感じてたとすると、まあ今回のこの真柴さんみたいに、せっかく頑張ってやってたのに、こんなあっさりやんなくていいって言われちゃうの、今まで私が努力してきたのって何なのってことになっちゃうんです。なので、まあ今日のテーマのその部下に対して上司が一言、気をつけた方がいいっていうのは、一見すると上司は部下を気遣って言ってるようなんだけれども、でもそれが部下を傷つけてるということにもなるっていうことなんですね。上司の見方と部下の見方っていうのはまあ違う、当たり前なんですけど違うので、必ずしも上司がこう、気遣って大変だろうからやんなくていいよって言ってることがそのまま相手が受け止めるとは限らない、相手がはどう感じるかは分からないっていうようなことなわけですね。で、まあ、今回もそうだったっていう。でまあそれはそうなんですけど、まあ、このあとですね、まあほっとしたというか良かったなと思うのは、この、真柴さんが気づきます。そうか、私好きでやってたんだ、いいなと思ったもの、みんなに見せたいと思ったもの、私は好きで撮ってたんだっていうことに気づく。まあ要するに、社長のためにやりたくもないことをやってた、無理してやってた、大変だけど自分はやりたくもないのに社長のためっていうことだけでやってた、でそれを否定されて、まあなんか意味がないことやっちゃってたのかな、何だったんだって思ってたところに、これはたまたまですね、その日なんか花見かな、花見にみんなで行く予定だったのが、いろいろそのこの真柴さんは行かれなくて、その後夜飲んでたんですけど、その時に、誰かが、アーティストが一緒に住んでるんですけど、そのアーティストが桜の絵を描いて、桜の 絵だったかな、まあ、絵だな、絵をこうが置いてあって、その絵を見て、あなんかいいなと思って、その写真に撮るんです。でそれで自分のこう思わずこうやったところで気づくわけですね。あ私自分が面白いなと思ったもの、自分がいいなって思ったものを知らせたいから、まあ、今までインスタでいろいろやってたんだ、別に誰かに言われたからとか社長のためだけに無理やりやらされてやってたんじゃないんだっていうことに気づいて、じゃあで明日からじゃあまたやろうかなっていう気に前向きになって、話が、まあ、終わっていくみたいな感じで良かったなっていうところなんですけど、まあ、なんでこんな話をしたかというと、仕事っていうのは誰かのためだけにやってるとやっぱり辛いんですね。誰かのためだけにやってても大丈夫なんですけど、今回のみたいに誰かのためにやってたのにもうやんなくていいよって言われちゃったり、その誰かから否定されたりしたらもう最悪なわけですね。今回はそうじゃないんですけど、でもその誰かがあなたのためにやってんのになんであなたはそんなこと言うんですかみたいなことになっちゃったらもう最悪なわけですよ。でなのでこう誰かのためだけにやってるっていうことは結構辛いんですね。でまあ大事なのは誰かのためにもでやってるっていうのもいいんですけど、それがまあ自分のためにもなってる、そうするとこう楽しい仕事になる、自分にとってもやりがいがあるし、それが人の役に立ってるんだっていうことになって、仕事のやりがいになっていく。で、まあ、ここでは結局上司は、まあ、部下にそういう仕事をさせてあげられるように、いろいろ、気を使ってあげるべきだと思いますし、働いてる人たちは、
上司だろうが会社がどうだろうと、そんなことまあ別にどうでもいいんですね、まあ、極論すると、自分がまあやりがいのある、やりがいを感じられるように、まあ、誰かのために頑張るっていうのもあるし、会社のために頑張るっていうのもあるし、家族のために頑張るっていうのもいろいろあるでしょうけど、ある時はもうそんなことどうでもよくて、自分のためにやるっていうのも大事なんだっていうことですよね。で、まあただ自分のためだけっていうのもこれそれはなんていうか、自分勝手な、自己中心的なものになってしまいますので、両方ですね、誰かのためでもあり自分のためでもあるっていう仕事にしていくと、自分の中でのモチベーションも保てるし、誰かの役にも立ってるし、みんなにとってもいい仕事になるし、まあ、みんながハッピーになると、めでたしめでたしっていうことになるわけですね。なのでまあ、誰かのためにだけ頑張るのは辛いよねっていうことです。ということで、まあ、今日の、まあ、メインの、テーマは、上司が軽々しくそんなこと無理しなくていいよみたいなことを言うと、実はせっかく頑張ってたのに、その頑張ってたことをなんか、意味のないものって言われてるような感じがして、部下はがっかりしちゃうっていうことがあるんだっていう話がメインです、今日はね。ですので、上司は、そういうついで結構言ってるんですよね、そういうこと。もっと効率よくやるのにそんなことやんなくていいよ、そんなことって言っちゃうんですね。そんなことっていうのは結局それ意味ないよって言ってるんですよ。でも部下は頑張って、なんか貢献しようと思ってやってたりするんですよね。そうすると傷つけちゃいますね。まあ傷つけないようにその無駄なことをずっとやらせとくのもあれなんで、なんか言ってあげた方がいいんでしょうけれども、まあ、言い方とかですね、いろいろ、まあ、考えてあげた方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は、聞かざる恋には理由があってから、部下への一言に注意しましょうということでお話をさせていただきました。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。